ボーッと女子バナ日和の本編で入らなかったトークを特別にご覧いただけます。それではちょっとだけどうぞ。何これ、すごい。これは腰掛け今井美也さんなんですけど、ちょっと待って、ちょっと待って、これって合成じゃないよね。合成じゃないです。しかもこれもう表情もめちゃくちゃ良くて見せたいな。顔の表情見たいですよね。確かに寄りたい。あ、顔のアップ。そんな感じ。すごい。真顔。これ今井さんが一番あのぐるんぐにょんってなってるんですけど、うんうんうん、はい、今井選手はむちゃくちゃ軟体動物で、なんかもう本当に体を C に後ろにですよ、後ろに C にできるぐらいあれね、すごくて。あれこれ どういうこと？これあれです、普通にやってそうですけど普通の人できないんでやってみてください。うん、むしろこれでキープできることがすごいし。うんうん、もうトップクラスだと思いますね。すごい、これは本当。いや、すごい。ぜひあの生田選手も今度今井選手に会った時にはその軟体ぶりを写真に収めてください。わかりました。なんかわーわーってやって靴がポンポンって飛んだ瞬間を撮ってて、うんうんうん、どうやったら靴そこに行ったってなってうん、うん、楽しそうやなっていうのが伝わるからいいですよね、写真って。あとなんかみんなで、うん、あの 家みたいな宿に泊まったんですけど、うんうんうん、なんかそこでインターホンでなんか顔認証みたいな、うんうんうん、それぞれみんな顔こうやって写しておかなきゃいけないみたいなのがあって、うんうん、まあ、みんなこうやってパシャパシャって撮って、うん、けどなんか今井さんだけめっちゃなんかこうやってすごんでなんでそこでふざけるのってなって、うんうんうん、爆笑でした。いやー、なんだろう、すごい素敵な景色なんだけど、もう全然今井美也選手かもう伝わってこない、圧が強すぎて。映えます、もう、うん、今井さんって映えますね、本当に。さあ、いかがでしたか今回のちょいバナ。もちろん配信中の本編もぜひ見てくださいね。